はい、ヒルビール放送局のまこねーです。今日も M キャストやっていきたいと思うんですが、実は今日は、今収録しているこの時間はですね、2023年4月の10日の朝方3時です。いやね、なんだろう、すごいなんか疲れてたみたいで、昼ご飯食べてからお昼寝した上に、やっぱね、なんかどうしてもなんか、気持ちがついていかなくて、まあ、とりあえず寝て起きてからやろうと思ったんですよ、収録をね。まあ、そうしたらこんな時間になっちゃって、そう。で、こんな時間になっちゃったので、そう、慌てて収録してる感じです。まあね、私がすっぽかしたところで誰かが困るわけじゃないっていうふうに自分の中でも思ってるんです。で、まあ、でもどれくらいの方が、このポッドキャストを楽しみにしてるかっていうのはまだ全然データとして見えてこないので、まあ、さっと知らないふりをしちゃおうかとも思ったんです。うん。でもね、なんか、この訳ありの方も、エミキャスの方も、私の中では結構重要な、心の、クリーニング作業があるような気がして、で、やっぱり撮りたいなと思って撮ってます。はい。なので、まあ、どんな話をしようかな、なんても思ってはいるんですが、ですね、まあ、16時間断食の反省会を発信しているポッドキャストあるじゃないですか。見たことない方は、聞いたことない方はそちらも聞いてみてください。何気に私のポッドキャストの中では一番視聴者数が多いのは16時間断食のお話です。はい。まあそれで16時間断食と今後しばらく連携するような感じでちょっとおかけして話をしていきたいななんてこともあるんですけど、どういうことかというと、まあ、16時間断食とこの M キャストがなんかやっぱりリンクするようなお話も結構あるんですよね。そう。まあ、それでまあね、リストボタンをね、両方ピッと押すだけなので連携といっても大した大きな話ではないんですが、はい。まあ、どんな内容かなんていう話をしていくと、ですね、なんだろう、私が16時間断食を始めてから現在までに、やってる、毎日続けてることの中で、まあね、簡単に皆さん実践できるだろうなっていうことと、効果的じゃないかなって自分で思ってるようなことを、話題にしていきたいなって思ってます。うん。まあ、連携する部分ではですね。もともと別々に同じような内容を取るっていうことも考えたんですが、まあね、めんどくさいというよりも、まあ、ご覧にお聞きになる方がね、迷われたら申し訳ないなと思って、まあ、それだったら連携ということで、うん、ポッドキャスト内、まこヒルビール放送局内コラボみたいな。まあそんな感じで、時たま私の16時間断食のネタをお話していきたいと思います。そして今週は割合とそういうネタを多くしていこうかなと思ってます。というのは私自身が3ヶ月、2ヶ月ぐらい経って何のためにそれをやってるかっていうことをちょっと自分の中でね、もう一回再確認したい時期なんですよね。そう。それくらいちょっとこの1週間ぐらい、ちょっとね、今まで続けてきたリズムが崩れかけてて、ここはやっぱり危機なんじゃないかな。16時間断食、私の3年間のプロジェクトの、何回かある危機のうちの、まあ、1つ、2つ目ぐらいじゃないかな、なんて思ってます。まあ、それで、体制の立て直りも含めて、今週は16時間断食のお話中心にしていきたいと思います。まあ、まずね、お話したいのは、まあ、いくつかテーマあるんですけどね、毎日レモン水を飲む習慣についての効果とかね、そう、毎日、純リンゴ酢を飲む効果とかね、で、毎日、成長剤を飲む効果とか、最近だと毎日お味噌をね、なるべく生というか火を通さない状態のお味噌と、火を通さない状態の酒粕を、体に入れるとか、まあ、そういうこともちょっとお話していきたいんですが、今日は、できてないことの中の反省も含めてっていう感じなんですが、ですね、最近ね、部屋が汚いです。はい。まあ、小物とかが増えたといえば増えたんですけども、なんだろうな、まあ、季節の変わり時でもあって、まあ、服が散乱してたりとか、そうね、まあ、乱雑に、置くだけ置いて、そのままにしちゃってるとか、まあ、使わないのにいただいて置き場所に困ってるものとか、まあ、そんなものがいくつかあります。で、まあ、割合と置き場所に困ってるのは、なんだっけ、ホットプレート、大きいホットプレートを杉本さんからいただいたんですが、まあ、家族4人で使うようなホットプレートなんですけど、まあ、私がね、ここでホットプレート使うって一人で何するみたいな。まあ、友達呼んでここでパーティー行ったって、まあ、隣近所あるので、まあ、大きい声上げられないし、お好み焼き行ったって、まあ、部屋の中でお好み焼きするとね、そう、お好み焼きだって、もう、私がね、一人でやるのなんて、ほんとフライパンで、100均であるようなフライパンで、まあ、1回2回焼けば十分みたいな感じだから、こんなね、家族が使うようなやつもいらないわけで、どうしようかなと、置き場に困ってどうしようかなと思ってるんです。まあ、もしね、視聴者の方で、いや、欲しいわって方がいらっしゃれば、もう送料だけで、お金代金いらないので、送料だけお支払いいただければ、こちらから着払いで送りますので、興味あるという方はコメントに残してください。そう。まあ、できれば日本国内に限りますけど、はい。まあ、海外の方でも結構です。まあ、意外とね、私のもう一つの、YouTube チャンネルから流れてきた方で、英語圏の方なんだけど、日本語わかるから聞いてるって方もいらっしゃるんですよ。そう。なので、まあ、そういう方でも、良ければ、欲しいってことになれば、まあ、なんとか送る方法を考えたいと思います。かなり大きくてね、そうだな、箱だけで、長さ50センチ、縦40センチ、幅20センチぐらいのなかなか大きい箱なんですよ。そう。まあ、一回出して使ってみるっていうのも、まあ、使ってみれば便利だと思うんですよ。そう。ホットプレートもね、いろんな使い道があって、例えばね、アイロンの代わりに使ったりする方もいらっしゃいますね。そう。あと、厚底のも入ってるので、おでんとかもできるし、まあ、使いようによっては何でもできるんだけど、日常的に出しとかないとなかなか使い道を見出せない。で、使い道を見出せないと、まあ、どんどん、端っこに行ってしまい、端っこに行くと、部屋の中が雑然としてき、みたいな感じで、まあ、置き場所に困ってると。思い切って、もらったもんだけどね、思い切って、リサイクルショップにというふうなことも考えたんですけども、まあね、私はね、めんどくさがり屋なんですよ。とっても、本当は。そう。だからまあ、リサイクルショップに持ってきて、まあ、いくらにもならない、もしかしたら引き取りもしてもらえないようなものを、まあね、持っていくのはめんどくさくて、となれば思い切ってね、捨ててしまおうかとも思うんです。ただ、捨てるにはちょっともったいないような気もするんですよね。どうしたもんかなって思ってるんです。そう。まあちょっとね、鏡台の脇にちょっと入りそうなスペースがあるから、ちょっとそこに入れてみて、しばらく、まあ欲しいって人を探しをしようかななんて思ってるんですが、そう。あとはね、家族4人でつけるようなちょっと大型の土鍋。この土鍋もね、杉本さんからいただいたんだけど、まあ真冬になれば使うかもしんないけど、まあ、土鍋で作っても、圧力鍋で作っても、まあ食べるのは私だけなので、まあ見た目に大きなこだわりがなければ、まあ、圧力鍋でできちゃうわけですよ。私はご飯炊くのも料理も、まあ、ほぼ煮るタイプと蒸すタイプは全部圧力鍋一つでこなすので、まあ、ぶっちゃけ土鍋の使い道もないんですよね。そう、まあ、土鍋もまあどうだろうな、思い切って捨てちゃおうかななんても思ってもいるんですよ。うん。まあこれもね、欲しい方がいらっしゃったらご連絡ください。まあでも送料払ってまでって思うと、まあ買ったってもね、そんな高いもんじゃないからなんて思ってるんですが、どんなもんでしょうかね。まあ、そんな感じで、まあね、急にパソコン系のガジェットもちょっとね、増えたりして、コードがね、乱雑になってたりとか、まあ、毎日炭酸水を 500cc ずつ飲んだから、まあ、ペットボトルがね結構出てて、まあ、乱雑に転がってたりとか、まあね、そうですね、振り向くのも嫌だったぐらいちょっと乱雑ですね。そう、乱雑、部屋が汚れてると汚いっていうか、片付いてないと、やっぱ、生活リズムも崩れるじゃないですか。なので、まあ、なんとか、まあ、今週使わなかった椅子とか自転車は、廃品回収に出しちゃったんですけど、まあ、なんとかね、部屋を整理整頓して、まあ、いらないものも随分減ったんだけどな、ここ数ヶ月で。うん。まあ、片していこうと思ってます。はい。まあ、片していくと、うん、そうね。まあ、捨てるものが多いのかな。そう。思い切って捨てちゃえばいいと思うんですけどね。捨てるとまたなんか次第に増えていくんですよね。本当悪い習慣。うん。そう。まあ、洋服もそうですよね。うん。まあ、ダイエットしてて一番困るのは、小さくなればなるほど着る服がないと。着る服がないと買ってしまうみたいな。まあそこはね、ちょっと私の中の悪循環中の悪循環ですね。うん。まあそうやって今16時間断食をやりながら、まあ、現状ね、部屋の片付けができてないっていうのはね、ほんと、悲しい話でですね。うん。まあ、部屋の片付けができてないと、もちろんね、ライブ発信してもいいんですけど、なんかさすがにね、ちょっとお見苦しすぎるみたいな。そう、うん。まあ、ライブカメラも今持ってないんですけどね。まあ、ライブカメラは来月ぐらい購入したいなと思ってるんですが、そう。まあ、購入したい理由もね、別にライブがしたいからってわけじゃないんですけど、うん。ちょっとね、ズームでやるお仕事の都合もありまして、そう、ちょっと必要だなっていうのを思っててるんですよね。まあ、同時に、今は、もともとね、部屋借りた時についてた下駄箱をテーブル代わりに使ってるんだけど、まあ、この下駄箱も、まあね、ちょっと、使いづらいので、まあ、ちょっと移動して、まあ、そうすると移動して、立ち机を、そう、スタンディングタイプの机を買って、そっちに移動しようと思うんだけど、そうすると、この、ね、下駄箱ちゃんがまた邪魔なのよね。ほんと、うん、邪魔になっちゃって。そう。まあ、それで、うん、まあ、もともとあったもんだからね、そう、リサイクルとか、まあ、捨てちゃうわけにもいかないしね、なんて思ってるんだけど、まあ、だからこれもね、また置き場所に困るやつなんだよね。ほんとね、下駄箱にしかならないから、そう、中に大した何も入れない。入れられない。そう。うん。そうなのね。そう、あと使ってない体重計とか、そう、うん。そうね。本当思い切って捨てちゃうか、もしかしてリサイクル業者が取りに来てくれるってサービスがあるのかな。ちょっとそれは探してみよう。まあそうやって少しずつ余計なものを片付けていきたいなって本当心から思ってる。そうちょっと小声なのはね、朝方でここそう本当ペラペラの薄いところなのではい。まあ、隣ね、まだ人は誰も住んでないみたいなんですよね、両隣。なので、まあ、普段から深夜普通にバタバタしますけど、住んでる限り、上と下には音は響かないみたいだけど、まあ、両脇はね、人がいれば、深夜にね、こんなに収録してることはできないなと思っています。まあ、16時間断食の中で、現状で今、私がしなきゃいけないと思ってるのは、まあ、部屋の片付けとか、断捨離とか、整理、整頓。ですね。はい。そう。整理整頓とかですね。整理整頓で、まあ、いらないもんが、まあ、捨てるに捨てられない。でも、また必要になる時に、があるかもしれないと思うと、またね、増えちゃうもんで、まあ、捨てるに捨てられないのは、インラインスケートも、体重が落ちないと、怪我が、危なくてちょっとできない。一回体重重たい時に一昨年の冬に怪我して、まあ、1週間ぐらい入院したことがあって、まあ、インラインスケートもそれ以来、外では乗ってない。でもいずれまた復活したいと思うと、やっぱ復活したい時はまあそれなりにいいインラインスケートが欲しいなと思っちゃうんですよね。そう、だからまあ、本当安い、なんちゃってインラインスケートはもう捨てちゃってもいいかなとか思うんだけど、なんか、捨てるに捨てられないっていうのが、まあ、本音のところかな。まあ、それもね、そうなのね。そう。あと、まあ、いろんな食材を、まあ、乾物とかが多いんだけど、乾物類とかは、まあ、入れるケースに、入れて積み重ねてるんだけど、まあそれもね、まあ邪魔っちゃ邪魔で、やっぱ、そうね、本当にいるものいらないものっていうのの仕分けが必要かな。でも、捨てた後に必要になったものも結構あるから、どうなんだろうな。なんか、思い切って、棚ね、ちょっと高い棚。そうね、荷物がいろいろ入る棚を、ちょっと広い棚を2つぐらい買って重ねてスタンディングテーブルにしようかな。そう。まあ、そうすれば収納もできるし、テーブルにもなるし、そうね、まあ、そうすれば、まあ、引っ越すときに多分邪魔になって捨てちゃうと思うんだけど、まあ、捨ててもいいぐらいのものならね、そうね、サイズ感測って、まあ、そうすれば収納スペースとテーブルが手に入るか。そうね、まあ、それはいいかな。ちょっとメモしとこう。まあ、話しながらカラーボックスでもいいかなと思ったな。カラーボックスを、まあ、2つ買って、まあ、カラーボックスはね、あそこに差し入れできるような収納な、ちょっと可愛げな、のも多分売ってると思うので、まあ、それを買って、まあ、小物類、日常の使わないのとか、そこに入れたりとかして、まあ、その上はね、テーブルとして、ちょっと厚めの板を、買ってきて、まあ、渡して、まあ、テーブルにすれば、まあ、十分ね、パソコンとか、まあ、そんな大した重たいもんじゃないから、まあ、置いても問題ないでしょう。まあ、そうすれば、まあ、高さはちょっと低いよね。高さは低いから、まあ、その、前後にもう一段何かが必要ね。そうそう。私がやっぱ使いやすい高さがあるから、まあ、その高さぐらいまで上げたいんだよね。スタンディングテーブルも。そう今ここ使ってるのがすごい使いやすい高さでさ、これ何センチぐらいなの？ 120 ぐらいあるよね。1メーターよりは高いと思うんだよな。そう、うん。まあ、発泡スチロールのブロックを下に入れてもいいしね。うち、なんだかんだって、10個ぐらいコロコロしてるんで。うん。まあ、そうやって、ちょっと、部屋をカスタマイズして、余計なものを見えないようにし、余計なものは捨て、みたいな感じにしていかなきゃいけないなと思ってるんです。まあ、カラーボックスをね、今すぐ買えるわけじゃないから、そうですね。ここ2ヶ月ぐらいの間に、そこら辺は綺麗にしたいな。うん。そうしないと、うん。そうね。うん。まあ、そうしないと部屋が乱雑で。そんなわけでですね、部屋が汚いっていうお話を今してるんですけど、16時間断食と全然違うじゃんっていう風になんか今ふっと思ったの。そう。まあそんなわけなんですが、今日はですね、今日はちょっとローテンションで、労力がちょっとね、変な方向に動いちゃってるので、すいませんが、多分、桜ロスか、まあ、桜がね、すごい風で全部散っちゃって、もう見る影もなくなっちゃったからかもしれないし、意外と体が疲れきってて、なんか気持ちがいっぱいいっぱいだったのかもしれないし、どうだろうな、筋トレの筋肉痛がちょっと残ってるのかもしれないし、なんだろうな、心のテンションが良くないことは良くないの。うん。まあ、そんな時なんで、今日は、この辺にしようかな。ちょっと短めでね、なんですが、今日は M キャストここまでにしたいと思います。明日というか、私が今収録している時間からすると、まあ、大体、10時間後ぐらいに、あと明日分収録すると思うんですが、明日は、毎日やってる習慣化させることができたと思ってる16時間断食の、毎日やってることに掘り下げていきたいと思います。と言いながら忘れちゃってるかもしれませんが、メモをしっかり残しておくので、皆さん、今日は、これで勘弁してください。まこねーでした。また明日。バイバイ。